海洋気象台は、かつて日本に存在した気象台の一種で、主に海洋観測や海上気象観測、海上警報の発表を行っていた。気象庁の地方支分部局の一つで、関区気象台と同格とされた。廃止時点では、日本国内に4カ所置かれていた。創設時の海洋気象台、1920年撮影。 第一次世界大戦後の海運海の公共の波に乗って1920年、海運業者からの希望により、神戸に海洋気象台が設立された。1927年から海洋観測を開始。戦時中に函館気候測量所が函館海洋気象台になり、戦後長崎、舞鶴にもそれぞれ、長崎海洋気象台、舞鶴海洋気象台が作られた。 海洋気象台は神戸海洋気象台と名称を変更し、以後気象庁とこの4つの海洋気象台が日本周辺海域を5つに分け、それぞれ受け持つこととなった。組織上は管区気象台と同格であるが、気象業務の一部については管区気象台の管轄下に置かれていた。2013年1月、同年10月から神戸、函館、 長崎の三海洋気象台を地方気象台に改組した上で海洋気象業務を大阪、福岡、札幌の各半区気象台に移管し舞鶴海洋気象台は廃止して新たに本庁組織の日本海海洋気象センターを設置することが決定した。また京都府では一つの府県予報区に二つの気象台を持つ特異性から この改変に先立ち2012年3月28日に、舞鶴海洋気象台の地上気象業務の管轄区域である、京都府北部での予報等発表業務を、京都地方気象台へ移管した。2013年10月1日に組織変更が実施され、日本の海洋気象台は廃止された。以下は2013年9月30日時点。 ABCD 消える神戸、海洋気象台、地方に改変へ、神戸新聞2013年1月29日22時42分、配信2013年1月30日閲覧。AB 全国の、海洋気象台消える神戸は90年の歴史に、幕長崎新聞2013年1月29日17時18分、配信2013年1月30日閲覧、海洋気象台、 組織改編で、消滅10月から、日経電子版2013年1月30日10時11分配信配信日に、閲覧舞鶴海洋気象台9月配信、日本海海洋気象センターに、京都新聞2013年1月30日9時20分配信配信日に、閲覧、歴史と遠隔。舞鶴海洋気象台。2014年2月16日閲覧。 気象庁組織改編の概要について、気象庁2014年2月16日閲覧、ありがとうございます。